同誌によると、もう一人の男性は気象庁関係者 A 氏。岡村キャスターは A 氏と3年にわたって交際していたが、A 氏に隠れて長年、佐藤氏とも不倫関係を続けていたという。ウェザーマップの担当者は今回の報道に、大変、驚いています。お騒がせして申し訳ありません、とし、テレビの報道番組で天気を解説する立場として、適切ではない、と前日24日の段階でテレビ局に出演取りやめを申し出た。岡村キャスターと佐藤氏の今後については、未定。今は何も申し上げられません、とした。岡村キャスターは23日の、ニュース7。佐藤氏は24日の、昼帯。が最後の出演になった。岡村キャスターは指示棒の先が天気予報の星のマークと重なり、魔法のステッキに見えることから、魔法少女、7時28分の妹、などと人気だった。